オタハの秘密基地。恋に落ちるセンチメンタル。は、動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだアルカディアメガゾーン2-324分の1スケール完全変形ダイキャストモデル、ガーランドだ <laughs> おお、この動画を見てる君の中でメガゾーン2-3や。 ガーランド、好きな人いますか僕ね、もう、これ、めっちゃ好きなんです。まあ、このメガゾーン2-3自体が結構古いアニメになるんで、まあ、ご存知のない方もね、たくさんいると思うんだけどね、可変ロボが好きなそこの君。どうぞ最後まで見てください。これがガーランドです。物語の中で、ガーランドっていうバイクがあって、それがマニューバークラフト形態。で、このロボットのマニューバースレイブモード。二つの形態があります。このバイクからロボットになるっていうのが、 本当に胸が熱いよね。パッケージはこのようになっていて結構コンパクトです。パッケージの背面。ここに乗っているのが矢作翔吾という少年です。この人が乗り込みます。このマニューバークラフトからマニューバースレーブ。これの完全変形です。指はフル稼働。変形だけではなく各部稼働します。これのスタイルもすごいいいんですよね。 あとは、頭部カメラのゴーグルパーツ。これも差し替えにより再現できます。ちなみに、もう中はすでに開けてあって、あい言うの。あっけろあっけろあの、ブリスターで入っていました。パーツは全部取り出しています。さあ、それではガールド。まずは、マニューバークラフト形態からじっくり見ていこう。形状保管ステッカー。まあ、要するに、ネジに当たる部分。 こういう穴が開いているところに、まあ、この蓋をかぶせるようにシールを貼れますよってやつですね。僕は貼っていません。これなくても全然いい。注意書き。ダイキャストモデルガーランド。全塗装に関してのご説明ということでね。まあ、途中変形させるときに塗装の個性なんかを気をつけてねっていうことが書いてあります。そしてこれが説明書。えっ、ー、と、今回のこのメーカーのアルカディア。まあ、古くはヤマトと言っていいんだろうか。あの時代から続く。 写真が一枚一枚大きくて、もう丁寧な変形工程の説明が書いてあります。まあ、これを見て問題なく変形させられます。今日の動画自体は、まあ、これの変形をじっくり説明するっていうのが中心になります。あとは付属品の紹介など。で、これが初回生産限定付録の冊子です。スペーシャルブック。こういうのがついてくるのいいよね。イラストは、ことぶきつかさ先生です。箱絵も同じですね。 中を開けると、買えばいいのよ。あなたが憧れた、プロトガーランドを、ということでね。一応、発売予定として、プロトガーランド、これも発売の予定があります。なんか、こういうところが、昔ながらの、なんていうのかな。えー、まあ、同人的な、あの、温かみがあって、すごく好きです。で、今回の、矢作翔吾という、あの少年が、このガーランドを受け取る前に、中川慎治という友達がいて、その友達から譲り受けるんだけど、 その譲り受ける前までの物語が書いてありますね。こんな感じ。あとは設定資料。おー。このガーランドっていうロボット自体は結構ずんぐりとした感じなんでね。まあ僕のイメージなんだけど、今回のおもちゃもこのずんぐりした感じっていうのをちゃんと再現しています。こういう設定資料を見るだけでもワクワクするよね。これ変形パターンとか。あとは他の機体も、こんな風にたくさんあります。 さっきの1ページ目で言っていたプロトガーランドってやつがこれだね。他にも一応量産型のハーガンあれも試作品が出てるんだよね。あ、これ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 。ハーガンハーガントランスポータービークル。ああ、劇中でね、この中にハーガンが入って変形するんだけど。あ、これが発売になるかどうかっていうところだよね。これは BD というキャラクター。初回特典の付録はこんな感じ。さあ、そして付属品。専用武器。レーザーオーブガン。 これはブローバック機能がついていて、ここが稼働します。材質はプラスチック。こんな感じ。カメラガードゴーグルの造形が施された差し替えパーツ。これはクリアブルーのパーツですね。圧倒は今回残念ながら、矢作翔吾のフィギュアっていうのは、マニューバースレーブ状態ではこれに差し替えます。まあロボットの中に人が格納されるんだよね。その時はこれを使うわけです。これは首が稼働します。 これ造形なかなか細かくていいです。さあお待たせ。本体じっくり見ていこう。実際に僕が手で持つとこんな感じ。ダイキャストモデルなんで、ずっしっと手に持つと重たいです。このダイキャストの光沢感がわかりますかね。うーん、最高。矢作省吾がこのガーランドを手に入れてから真っ赤に塗り直すんですよね。この赤い部分が全塗装です。とっても綺麗。後ろ。 このガーランドって後ろから見た姿もかっこいいんだよね。後ろのタイヤ、ここも回ります。正面、前輪の部分。ここはちゃんと回ります。それから、この部分がクリアーパーツ。で、あとはハンドルの部分。あの、劇中でね、ここがモニターになってて、ここに時祭イブがこう映されるわけですね。7G のオペレーター、応答お願いします。みたいなこと言います。 裏側から見るとこんな感じ。で、これの何がいいかっていうと、このように手で持ってもかなり安定感があるんですよね。あのー、結構他のおもちゃではよくあるんだけど、この足足がブラーンとなっちゃったりするんだけど、かなり形状の保持がしっかりとしています。まあちょっと今テストのためね、こういう風にやっているんだけど、カチッとしています。これを取り外す。これが矢は,はぎ翔吾のフィギュア。ポーズは固定ですね。このまま。 こうやってハンドルに持たせて座らせます。気持ち、えー、っとね、スケールが15分の1スケールなんだけど、このガーランドが少し大きいかなという感じです。まあでも大体スケール通りかな。いや <laughs> こういうちゃんとかっちりした問いが欲しかったなわかりやすい大きさ比較。マスターグレードのガンダム。ちょっとこれ横に置くとこんな感じです。高さ的には大体いい同じ。 さあ、お待たせ変形マニューバークラフト状態からマニューバースレーブに変形だ今回のガーランド、オタファティクニカルレベルズバリ 7! 結構細かい部分があるんで、あの、いわゆるトランスフォーマーのようにカチャンカチャンカチャンガシン完成っていうのとはちょっと違います。精密な動きをするんで、まあ、今日もね、いつも以上にゆっくり変形させていきます。それでは行こう。まずは、矢作称号を取り外す。ここ。 こう引っ張って、あとはここにもあります。せーの。このピンを外して、足をこのように外します。そしたらここにフレームがあって、このフレームを伸ばす。この軸自体は結構固めでいいですね。こう、このように伸ばして、で、ここからはちょっと僕流なんだけど、このパーツ、これを出しておきます。 なんでかって言うと、後が楽だからです。さあ、そしたら、再びひっくり返して、次はこの座席シート周り。ここが結構細かい動きをするんで、ちょっとゆっくりやろう。このカバーを開く。で、この中に軸でつながった座席シートがあります。これ、ちょっと下がってくるかもしれないんだけど、こうやって持ち上げます。さあ、そしたら、今度はここなんだけど、このパーツを上に持って、上に持ち上げる。そうすると、ちょっとだけ動きます。 これは今どう動いたかっていうと、ここ。この部分。この部分だけ少し稼働させて、隙間を作った後で、この後ろ側。せーの。これ見えるかなこう回転してるのが見えるかなこういう風になるわけです。こう。そしたらここに隙間ができます。で、今度はこの座席シートを倒したいので、再びこのパーツを上に向けると、ここにクリアランスができます。 そうすると、今動いたように、これが動きます。で、この中に、えー、多重ヒンジになってるんですよね。ヒンジが一箇所、に、に、に、二、三重ヒンジになってるので、これをちょっと押し込んで、形を、こう、整えると、この座席シートの、この赤いやつが、ここに入ると。で、この時、気をつけたいのが、ロックがあって、この状態だと動いちゃいます。一回、出して、ちょっと見づらいんだけど、 このパーツを押すと引っかかるんですよね。ええー、と、今まだ引っかかってない。ここ。ここ。これで動かなくなります。さあ次は、足を伸ばす。この茶色いのがカバー。カバーを開いて、で、ここが塗装、擦れ注意です。で、結構硬いんで力が入ります。いきます。せーの。ここ。引っ張って足を出す。足首も引っ張る。つま先。 かかと。角度を調整して、このパーツを回転。このマイナスモールドが、ここに来るように。ここまでを行ったら、胴体と足を接続。ここと、ここ。このヒンジを使って、この穴の中に入れます。こう。そうするとこのようになります。反対側も同様。茶色いカバーを開いて足を伸ばす。後ろ。 ここも、伸ばして、ここから見ると、丸モールドは、こういう感じ。あ、マイナスモールドか。<laughs> こんな感じ。で、つま先、かかとを調整。そしたら、このヒンジを接続。ちょっとこっちから見てみようか。こういう風になります。で、ここで接続。正面から見るとこんな感じです。 足の変形完了そしたら、さっき展開したこのパーツ。これは下まで下ろし切る。ここ。そしたら、腕のロック。これを外す。せーの。こ,こ引っ張ると取れます。反対側も、同様。外したら、正面のこのクリアーパーツを開いて、サイド。ここも開く。か。あとは、 この中に正午を乗せたい場合は、このタイミングで背中の形状と合うようにシートに、このようにくっつきます。さあ、次はこの前輪を真っ二つに割る。せーの。こで、中に、あの、大変精密なヒンジが入っています。ここを折らないように気をつけてください。まあ、普通に変形させても問題ないんだけどね。こんな感じで。逃がすように。このヒンジを使って。 前輪を外に出します。そしたら、この中に白いパーツがあって、これを内側に折りたたむ。これですね。さあ、そしたら、このヒンジの構造をちょっと覚えましょう。このグレーのパーツ。ヒンジを中心に、こう、ぐるっと回して、ここまで持ってきます。そしたら、ヒンジを押し込む。で、この時に、こここれ見えるかなこれをしっかり、えー、ま、まっすぐになっているのを曲げ切る。これを覚えておいてください。 反対側も同様。この中。こうくるっと回して、こういう感じですね。さあ、そしたらこれを密着させます。まずはこのまま回転させると頭部が出てきます。頭部が出てきたら、このまま、ここまで持ってくるわけですね。正互がギリギリ、この中に入るわけです。で、この中のグレーのパーツをこう回して、こっちに持ってくると。 こういう感じ。こっちに持ってきて、しっかり、えー、密着してるのを確認してください。さあ、そしたら、この、カバーを閉じて、頭部を密着。前に出します。ここれで、ここが、ぴったりあって、後ろ。ここのカバーも閉じます。こあのね、ちょっとだけ隙間ができます。 これ、しょうがないかな。ちょっとだけ隙間ができ、隙間ができて、えーとね、ここえーと、これ見えるかな穴が開いてるんですよね。あ、見えた、見えた。この穴に、えー、これを刺す。せーの。こう。がっちりとロックがかかるわけです。反対側も同様。せーの。こロックがかかります。これで胴体が出来上がり。そしたら、このシルバーのパーツを回転して、 えっと、目安としては、この玉。玉が、こう、胴体の前に来るような感じ。に持ってきて、肩の付け根を上に持ち上げて、腕を出します。反対側も同様。今、ここに玉がないですよね。玉はここにあります。こっちに持ってきて、カバーを開いて、上に持ち上げる。そしたら、 腕、片側ずつ行きます。これ引っ張ると伸びますで。正面が関節のある方。で、後ろがカバー。で、ここにもカバーがあるんだけど、これはこう回しちゃった方が楽です。両方カバーを開いて、まあダブルゼータガンダム方式と言ったらわかるかなここ。で、カバーをそれぞれ閉じると。こんなでっかい拳が入ってるんだよね。指は特殊な折りたたまれ方をしていて、中指と人差し指。 ここの間に親指が挟まっているような感じです。え、で、えっ、ー、と、だから戻すときは、えー、こうやって、こうやって、こういう感じですね。反対側も同様。伸ばす。正面に向ける。カバーを開く。後ろから。ここと、正面。回転させて、拳。 ちなみに、この手首の付け根、ここも引っ張るとボールジョイントがせり出すようになっていますで。指を伸ばして、握り拳にする。さあ、ここまで来たら、今のところ変形はもうこれで終わってるんだけど、最後に関節の調整を行います。この膝のところは3段階になってて、今は伸ばしきった状態になってます。もう2段縮みます。で、劇中に近いのは、この丸 このモールドに、このパーツが食い込んでるんだよね。このように押し込んであげると、こう中に入ります。このぐらいが設定に近いかな。あとは、この引き出した足首。これも縮めてあげると、より足が縮んで、あの、劇中っぽくなります。ここ。で、このようにすれば、これで完成ガーランドマニューバスレーブモードだ おー複雑な変形工程だったんだけど、見事に完全変形しました。いやー、これ惚れ惚れする。全体のプロポーションはこんな感じです。あのさっきの初回特典にガーランドの絵があったよね。あれみたいな感じの、こう適度なずんぐりした感じのスタイルっていうのを完全に再現しています。僕は今回のこれで最も気に入っているのが、大きめの頭部と拳。 後ろ姿はこんな感じ。ちなみに合金部分を改めて、この足のところ。それからこのすねに当たる赤い部分もそうですね。あとは腕や、このボディのところなど。パッと手に持って、やっぱこう、ずしっとくる重さがあります。あとは、マニューバークラフトの時同様、全体がかっちりしています。ちょっとね、不安になると思うんだけど、かなりかっちりしています。早速、近くで見てみよう。 まずは上半身及び頭部のアップ。この顔がいいよね。バイザーはクリアーブルーになっていて中にちゃんと造形が施されています。非常に立体感があります。あとはこのホワイトのところとかグリーンのセンサー、ブラック。全部塗装です。胴体部分。あの、今回は矢作翔吾のフィギュアをお見切って差し替えることによってこの長さがこう絶妙なんですよね。ボディの大きさが自然です。 下半身。足もいいよね。変形の最後でお見せした、この引き出し式関節を縮めることによって、本当にあの、ずんぐりした感じのバランスになります。武器を持たせて、アクションレーザーオブガンを持った姿も決まります。それから、腕の可動範囲が大変広いので、レーザーオブガンを両手でちゃんと構えることができます。これいいですよね。 こうやって近くで見ると本当に惚れ惚れします。さあ、最後はこんなポーズ。お分かりいただけただろうかこれ膝立ちも余裕でできるんだよね。めっちゃかっこいい。すごい自然です。こんな感じ。ちなみに、今足を引き伸ばしたついでに、このまままっすぐ立たせるとこんな感じ。 あのさっきはずんぐりした感じだったんだけど、途端に、なんていうのかな、こう、かっこいいアレンジというのかな、現代風なプロポーションになります。ま、好みでこの辺は伸び縮みさせてもいいんじゃないかなと思います。それから差し替えのバイザーのところなんだけど、一度頭部を取り外して、頭部パーツの裏側から、こういう爪楊枝とか、こういうので、ま、バイザーパーツを押し出すわけですね。せーの、これ見えるかなこうやって押し出すと、 二箇所のバイザーのピンが外れて、これを差し替えることができます。差し替え完了。このようになります。これ正直、あの、僕、劇中での印象あんまりないかなぁ。通常のクリアブルーのバイザーとは違い、立体感のある造形の上からグレーの塗装が施されています。それからマニューバスレブ状態でも、ここを開くと、真ん中から矢作称号を覗くことができます。こんな感じ。 このスペースの中ってすごい劇中の設定でも狭いんですよね。まあ、無理してこれを入れないで差し替えにしたっていうのは僕は英断だと思います。ちなみにここに少しだけ隙間ができちゃうのは、まあ、これは仕様ですね。さあ、そして最後はわかりやすい大きさ比較。マスターグレードのガンダム。一緒に並べるとこんな感じ。ま、あだいたい同じぐらいですね。 実際の設定で言うとこれ4メートルもないロボットだからかなり大きいスケールだということがわかります。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のアルカディアメガゾーン2-324分の1スケールのダイキャストモデルガーランドのレビューいかがだったでしょうかいやーもう本当に感無量です。これ発売されるまで長かったね。えー、っとね、多分今から余裕で2年ぐらい前だと思うんだけどずっと楽しみにしていました。 実際手にしたところ、もう本当に僕は大満足です。ただ、いくつか気になったところがあって、やっぱり、あの、このおもちゃがっていうわけじゃないんだけど、このガーランドの立体物の変形って結構難しいんだよね。特に、この前輪が、あの、小さい、あの、ヒンジのパーツを伝って、こう、腕になるっていうところとか、どうしても繊細になってしまう変形工程も多いんですよね。そういったところをうまく、あの、アレンジしています。 あの、ガーランドをご存知の方なら知ってると思うんだけど、まあ、今から余裕で10年ぐらい前に、えっ、ー、と、ヤマトから発売された15分の1スケールありましたよね。あれの、もう、さらに、まあ、さらなるブラッシュアップされた、で、ちょっと小さくなったモデルって考えていいんじゃないかなと思います。まあ、その1号ガーランドもすごくよくできていたんだけど、えっ、ー、とね、気に、その時はね、かなりの確率で、あの、さっきの気をつけながら開いてねって言ってたヒンジのところが折れちゃうんですよね。 で、僕のやつも、もう僕も当然それ持ってたんだけど、あの、そこが壊れてしまい、あの、メーカーに返品しました。あの、1号のやつは、この矢作称号そのまんま収納できるんだけど、でも入れるときかなり繊細な扱いをして、あの、この中にちゃんと格納するのに30分くらいこうやって格闘するんだよね。で、入れたところで外から見えないんで、だからさっきも言ったように、これは差し替えで僕は良かったんじゃないかなと思います。で、差し替えにした分、 ボディバランスもだいぶ良くなりました。あとはさっき言ったこの前輪のあの収納、えー、展開のギミック。この辺がかなりブラッシュアップされています。あとは、えー、人それぞれの好みにもよると思うんだけど、このダイキャストにしたっていうことで質感がかなり良くなっています。一方で、これは可変玩具なんで、まあ、塗装のハゲとか擦れが気になるね。いじるときは結構繊細な扱いを要します。だけど本当に全体がよくまとまってて、もう惚れ惚れしますね。 僕は今回のレビューの前に、これを軽く20回は変形させてるんだけど、まあどこも、なんていうのかな、壊れそうなところとかはなかったですね。まあゆっくり丁寧に、あの僕が今日お見せしたように、ゆっくり変形させてください。で、あとは一部、おそらくなんだけど、接着でパーツがくっついてるところっていくつかあって、例えばこういうところとか、カバーを開いた時にこのパーツが一回外れたんですよね。なので再接着しています。 まあ、あいじり方に気をつけるっていうところかなぁ。あの、も、もうちょっと話ししていいこのメガゾーン2-3っていうのはオリジナルビデオアニメーション。OVA の、まあ、走りと言ってもいいでしょう。1985年に展開されたアニメなんだけど。僕はちょっと大人になって、レンタルビデオ屋さんで初めてこのビデオを借りてみましたね。 まだね、メガゾーン2-3、見たことない人ぜひ見てほしい。パート1、パート2、パート3まであるんだけど、ま、あこの、矢作翔子はパート1のやつですね。同じ同姓同盟のキャラクターがパート2にも出てくるんだけど、<laughs> キャラクターのデザインが全く変わってて、えっってなるんですよね。初めて見た時びっくりしました。で、やっぱりロボットが出てくるアニメって見ると、どうしても立体物が欲しくなりますよね。 これは当時から、あの、なんていうのかな、ちゃんと変形する、まあ、まともな立体物ってほとんどなかったんですよね。そのさっき言った1号のガーランドもすごかったんだけど、今回僕はこれを手にして、ああガーランドの立体物が欲しいっていうその欲求が、なんか今回のこれで終止符を打たれたような気がします。本当にね、これは大満足です。今後発売予定のハーガンとか、プロトガーランドが非常に今から楽しみです。 少しお値段は張るけど、僕はこれ価格に十分見合ってると思います。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。僕もこのガーランド、気に入ったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、たわー。これ気になってたよーとか。あ、なるほど。この変形ギミック、こういう風になってんだねーとか。 あ、オタファー、僕は昔、メガゾーン2-3の OVA 見たよとか。他にも、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。愛のためにふ